NU の「話しがいアルファー」始まりましたー <laughs> 今お聴きいただいてるのは NU のレギュラー番組「<laughs> 話しがいアルファ」第1回目オンエア中でございますいお相手は NU のギターボーカルやってます N. の方で庭瀬光一郎と U. の方で宇田慎也でございますいやーこれついに始まりましたよ「話しがいアルファー」ほんままに始めしたね始めました,、ね始めました こ YouTube でラジオっていうのがねしかもねできるんですね無作です無作ってのはどういうことですか何のアイデアもありませんこういう番組にするとかの全くないですいや話がってついてますからねそうですよ話があるからですうあは大事なラジオでよくレギュラー番組やらしてた時の大事なタイトルですからこれを使ってまた復活ということでそうですだからこのに を怪我すようななことはは絶対していいけあの伝説のあのねあのお便りの、えー、山のようなお便りが届いた山の山のあれはあの伝説のですよそのおかげで、まあ、当初の予定より大幅に延長し5年以上も続いたとそうですよあの局でも伝説になった、ね、伝説の番組ですよ「放し飼い」から始まり「放し飼い Z」どんどん昇格していったんですええー、いきましたねどんどん昇格していったんです 2007年いいやいやもっと前もっと前,もっと前か、うん、もう覚えてないですけど5年とかそれぐらい、うん、一番最初は2003年に、まあ、神奈川ドームシアターというところで3、ねはい、にライブやらせてもらった時に、はい、そのライブ終わった後にえー、でにレギュラー番組始まったんですよねそうですそれからですよ2003年かあの横浜ミュージックアワードでコーナーも足してもらったんですよ、うん、グランプリ取ってはいそうです それがまあ大反響で今な NU の自慢しかしないの <laughs> 始まってこれ何分かもうなじゃあ自慢やったらちょっと申し訳ないねんけど、うん、もうな、うん、20年やってんねん <laughs> 自分で言うてかんとも誰も言うてくれ <laughs> どんどん忘れられる <laughs> どんどん忘れられるし テレビで見ましたって、この間も言われてんけど、俺思わずいつって。出てないよ、ずっとって。だって事実やん、出てないやんか。出てた、まあね。見ました、昔見ましたよっていうことだから。テレビで、でも、テレビで見てました、やったら、わかるんやけど。テレビで見ました言われた時に、思わずいつって。 コロナになる前の出来事ですよ <laughs> その後、ちょっとた寂しかったほんまに誰と待ち合うてんやろ <laughs> そうそうそ,うそれ俺らあって <laughs> じゃあ自分で言うていくべきなんですよもう今はまあね、うん、もう一周回って二周回ってねそう本当そうですよそうですねだからまあその、うん、この話し合いがね何年15年ぐらいの時を経てえマジ っていうことになりますよね2005年、ま、2007年ぐらいまでやってたんじゃあ5年やったからそう20078年までやったのかいや「泣きうさぎ」出た直後に契約切られてで番組終わってるからえその時も終わったっけいやその後直後に終わってんねああ F 横さんと思うでよ俺あれそっかな気がするうん、うん だまあでもあの辺ですよ2001っても8年とかじゃんそうですね、うん、ほんでまあ FM 大阪さんでは「うん、おもろないと」っていう、ね、おもろないとまたもう <laughs> なんか俺ら結構自分のタイドル上げてるタイトル多いな「<laughs> おもろないと」<laughs> ほんであとさダサくない <laughs> <laughs> それは2006年7年あたりの出来事ですよそうあそ,そうか十うん 14年3年前ぐらいの懐かしいな、ね、おもろないとな毎週深夜のね時間帯でしたもんね深夜だってあれ3時から5時やったやろあそんな感じでしたかねそれをさ生放送でマジで2時間やってたもんな 2>,、うん、2時間やってねで新幹線で通ったりしてねほうやで思ったら売れてるな <laughs> ラジオ大阪でやるのに新幹線で行って戻ってくるって 折れてるそうや言ってた、まあ、たまに日本,日本撮りする時もあったけ、ね、った,あった生放送やってからもう一本収録するとかでも今考えたら尋常じゃないで、うん、あれ2時間やったっけ番組2時間でじゃあ3時5時か 3>, 3時5時か3時5時終わった後にもう一本撮るって9時ぐらいに終わってたもんな朝どう,うして <laughs> 最後2人ともちょっと半分寝てるぐらいの収録やもんな <laughs> あれいやすごかったですよね FM 大阪さんも思い切ったことさせてくれてたなほんまやなあれもなまあでも言うても台本はなかったですよ、ね、なかったよ <laughs> なかったよ <laughs> なかったよじゃ <laughs> おかしいのが F 横さんでももうもともと話しがえ始まった最初から台本ほとんどなかったやんか <laughs> <laughs> もうなんか好きにやってみたいな何かけます今日みたいなそう,そうかける曲だけやね、うん、<laughs> でなんかあの時俺わけわからんこだわりあってあ<ー>曲じゃなくて喋りで行きたいって言ってうて、ん、<laughs> あのおもろないとなんか、うん、2>, 2時間やってかけた曲1曲の回とかあんのよ、うん、<laughs> そら売れへんわ 間違って優先順位間違ってるかもんねだからあの辺のジャッジをやっぱちゃんとしとくべきやったで、うん、いやいやまあまあまあ何が正解かはね分かんないですけれども、うん、まああれによってねエニ e 知ってくれててね関西行ったらライブ来てくれたりとかねまあいっぱいねいてくれてるねねあれもラジオ番組としてはすごいメールがたくさん来るよって言ってくれる番組になりましたからねあれだって夜中深夜の3時5時で、うんうん 率の時に、ええ、あら FM802 に買ったんすよ僕らの番組これねすごいことですよこれすごいことなのよ <laughs> 関東の人はちょっとピンとこないかもしれないねああ大阪にとったらね802はやっぱりすごいんですからすごいもう、うん、一曲王様みたいななところを、ええ、僕ら勝ちましてん <laughs> また自慢入った <laughs> これ、どうする、話し合いアルファ、終わるかもな、一回で。なんか、何これって。どうする、なんか縛り設ける。あの、縛り。なんか、あの視聴回数が何回いかんかったら、もうやめるみたいな。<laughs> どうする。こうユーチューブの視聴回数って、これは、本当にあれなんですか、一人一回みたいなことなんですか。いや、分からん。一人ででも、二回とか聞けるんちゃう。あ,あ、そう、いや、いや、何回も聞いてほしいよ。うん、聞いてほしいけど、その。 僕らが見るようなそのカウントとか、そういう何。い何人っていうのは。出てると思うで。あ<ー>でまあ、それなら、ぜひ。ね、面白い時に。どうする、これ、いいじゃあ。一万回行くまで、次の更新する。一 <laughs> <laughs> 万回は結構やろない、そう、なかなかな。ないない、ないない。一万はいかないかい <laughs> <万回> <laughs> ね、もう、そういう。あまりこう。求められてないんであれば。<laughs> <laughs> ちょっと待って。こん。 一回目で話すないよ求められてないんじゃあもうこれアップはやめようそれならアップのせいよこれはしてみましょうこれはしてみましょう結構前半に僕らのあのすごい自慢話自慢話が凝縮されてるからこれは聞いてもらってあんな YouTube って解析できんのよどこまで聞かれたかみたいなどうする最初の2分ぐらいでもうほとんどの人が止めてたらもうええわ言って。 いや、ぜひ聞いて欲しいななんかでも俺、うん、俺寝ながら YouTube ずーっと流してる人なんやんかほうでそれは今俺ず,ずっとね過去のちょっと僕のじゃあ寝る時のうん今日のテーマ「寝る時の」にしましょうか、うん、どうやって寝てるかっていう、うん、宇田さんどうやって寝てるんですか寝る時ほうほうほうえー、俺どうやって寝てんやろうな動画あのー、あれこの状況になってうん なん,なんとかこうサブスクリプションの映画を見れるとかねネッットフリクスとかそういうのやってみたけど Hulu とかやってみたけどまともに映画見れてないねこう途中で寝てまうから <laughs> もうさすがやなイヤホンがどっか行ってもうもうさすがやわだって俺がさ漫画化してさ、うん、その ベルセルクの話何回もしてるけどベルセルクベルセルクはおもろいと1998年の出来事よでもう13巻で一回ピークを迎えるわけよ13巻はいねっっていうのが始まってねでキャスカがえらいことになるわけよちっちゃいやつやろちゃうから違う違う違うキャスカはもうヒロインよガッツの恋人的な一のねそれを 待てて返しくくれへんくて俺よっぽど何回も読み返してくれてんねやろうなと思ってたらちょええー、加減俺も読みたいから俺何回も読み返す人やから「すごいなそれちょっと返してくれる?」って言って「どこまで読んだん?」って言ったら「3巻」って言って俺あの時マジで首もいだろうかなと思ってそれベルセログの中の世界やろそれもうほんま首もいだろうかなと思って。 ベヘリットがうん言うたわ。分かる。<laughs> これ分かる人かなり少ないと思うけど。いやそうですね。だから映画も途中でやめるんややっぱ。寝てまうな。だいたいこう。そうだからそうそうそう。一回一回ちょっとその映画の作品に携わったスタッフの人たちに謝って。む <laughs> ちゃくちゃたくさんの人が関わって映画って作られてるから。 そうですね。どうなん、どうなん、うだが、<ー>じゃあ、丹精込めて作りました、ミラージュ、今新曲ですよね、う歌新作、作曲としては出しました。はい、そう聞きながら、うん、途中でイヤホンどっか行って寝て,て。こ <laughs> っていうのがね、<laughs> いう人がいたとしたら、どんな気持ちになるの。いや、そ首がおいだろうかなとって。<laughs> やろう、何やろ <laughs> それはだから、ベルセルクの三浦健太郎先生にも謝ってほしいし、<ー>その映画の。 見た映画のねさまざまな名作たちに頼まってほしい。ええええ、<laughs> まあそうやって寝てるんや。すよね、そうですね。僕ね、はい、これは中学校の時に遡るんですけど、<う>僕まあ大阪じゃないですか僕ら、うん、でダウンタウンのヤングタウンで木曜日がダウンタウンやったんですよ。でもう僕中学生の時なんですよ。はいそうですよね。四時で,ですよ。よ、ね、だが小学校高学年で。 そこからヤン僕木曜まったん毎週ロックオンしてたんですカセットテープにーで僕は木曜日にその番組をロックオンして120分テープ買っててそれを裏面とで A 面60分 B 面60分やんかあれなで全部を取ってんだよんでそれを金土日月火水は毎晩聞くんよ 同じ回を同じをずっと聞くで木曜日新たにそれを上書きしてその週の同じテーそういうやんたんをまた取ってっていうだってテープ何本も買うお金ないから一本だけ買うてもってって寝る時にそういう癖があってそこからやんたんが終わり今度ガキ使が始まったよねガキ使ねそうそう関東からでしょ関東からで大阪見られへんや全然らなかったもん俺。 親父の実家岡山よ岡山ではやってたんよそう。で親戚に頼み込んでガキ塚を3倍でビデオテープに3倍で撮れるだけ撮ってもらって郵送してもらうだから俺もガキ塚のビデオテープ山ほどあったんよ家にようそれ分かってたなその時代もちろん僕インターネットで検索とか全然一切ないで僕ほぼ追っかけだったんでで 今度は寝るときにビデオをずっと鳴らしながら寝るっていう時代が来たね, <laughs> ね。でそこから YouTube が出てきて、で、うん、今ここ数年何してたかというと、うん、まずえっと都市伝説、<laughs> 都市伝説を聞きながら寝るっていう時代が2年ぐらいあるんですよ。すごいな、<は>そんなにあるの都市伝説、ねはい。でそれを聞きながら寝るっていう時代が来て、はい、でその後に。 アメトークをずっと聞くっていう時代が来たの、ね。アメトーク、はいはいはい,はい、はい。聞きながら寝るっていう。うん、で、今何聞いてるかっていうと、うん、ミルクボーイの漫才を聞いてるいや、おかんが言うにはな、っていうのを、毎晩聞いてんのよ。<laughs> そうな。うん。そんないろいろあんの、それも。ある。はぁ。だから俺もかなりネタ覚えてきた。 <laughs> <laughs> でこれマセのちょっと特徴なんですけど<ー>僕は同じものを漫画にしたってその例えばガキぷちの映像にしたってその『アメトーーク』の動画にしたって俺サンドウィッチマンのコントと漫才もずっと聞いてたんよあとあれや覚えてるわその前 YouTube の前に、うん、ポッドキャストの時代ポッドキャスト クリームシチューのポットケースとかよー言ってた,ーーってた全部聞いてた <laughs> 何回も聞いてたでもういや基本やっぱお笑い大好きやんかの<ー>その面白いトークっていうのがうで俺寝る時にそういうのを常用してる人なんの<ー>何時に帰ってきてどんだけ疲れてようかまずそれで選んでもう選んでる時間が至福なのよ<ー>知らんやつがアップされてたりすると <laughs> もううわ <laughs> ミルクボーイの新しいやつ出てるみたいな <laughs> これこれみたいな作業用とかであってさ「括弧作業用 BGM」ってなってて「ミルクボーイ漫才ネタ集」っつって2時間ぐらいのとこあるわけよすげえ繰り返してくれんのよで俺も枕元に「俺な映像見いひんね YouTube でずっと」の 携帯の俺あのパカッて開けるようになってるから、うん、それで眩しいからもう蓋してんのよ <laughs> で耳元で「いやおかんが言うには <laughs> <laughs> それはモナカやわ <laughs> 間違いないそれはモナカやわ」っていう「<laughs> ほらモナカちゃうな」みたいな <laughs> <laughs> 俺の寝床ではずーっと流れてるっていうのが今なのよでねすごいな,なこれ NU の「話しアルファ、うん それできるやん。まあそうやなこれ今音だけですもんね。音だけやから。だからそういう人にのニーズはあるかもしれないねん、うんうん。はあ、はあ。そういう人がいると他にもそ<う>きっと、うんああ。俺おると思うねん。な,なぜなら寝る時ってちょっと孤独やし、うん、寂しいし、なんかこのまま夜が明けへんかもしれへんみたいな。うん、何笑ってんねん。<laughs> お前今ちょっと上から「こいつ寂しいやつやな」みたいないやいやよ大丈夫よよ夜は明けますからそれはおかしいやん大丈夫って言ってない今「大丈夫」って <laughs> もう「大丈夫」の言い方からおかしなってるやんだね今の「大丈夫大丈夫」みたいななんか <laughs> 言い方おかしいやんいやい大丈夫ですよだからその子は朝来ますからそこは大丈夫いやでも夜中とかに不安になったりするやんかうん,うんうん なってんよお前 <laughs> 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 お前なってへんから途中でイヤホン外れて寝とんねん <laughs> お前は <laughs> すぐ寝るそうすぐもう早寝選手権あったらもうすごいですからそうやなリアルのび太くんやもんなのび太くんですからねから俺みたいな人がアクセスしてくれるようになるかもしれへんねおーおーだからタグ付けで「眠れない夜に」とかう<ー> YouTube でタグ付けできんのよ そういうい人が探す時のキーワードみたいなのがあってうああど,どうしようかこれ俺らミュージシャンやのになんかどっかにね曲,曲も入ってるとこれ,これ今声だけですよね声だけバックに音楽とか流れないですもん、ね、流れないよ流れないです、うん、<laughs> 流れへんよそんなそんなシステムないもんそうないも、ねうんねこれ取手し、うん、取って出し取って出,出しで取って出しで なんかやっていたら続くやん、うん、これどうするなんか一個ささっき言いかけてたね 1>, まあ1万回はあれやけど、うん、2,000回転とかぐらいリアルじゃない1,000回とかやったら行ってまいそうやからうん、うん、2,000回転ぐらいしたら次のやつ集合行、はい、それちょっと楽しみもありますね僕らもねすごか行ってほしいな <laughs> <laughs> だーれも興味ないっていうそれを確認していってる自分がなんか1回ずつ回すみたいなことになってるじゃん <laughs> 5回中3回と2回似合わせとりだす <laughs> そんな切ないアップないよなないな <laughs> でも逆になんか252回とかでも切ないな、うん、そうねなんかリアルな,なリアルな「<laughs> 身の丈」みたいな <laughs> <laughs> であとはあとはこれ YouTube ってコメントできるでしょコメント欄ってうちの NU チャンネルっていや大丈夫ですよ生かしてるのもらってますなんかいろんな動画を上げた時にねほんならここにトークテーマを例えばこれについてんか喋ってほしいみたいなとかお便り代わりにで次の収録する時に前回のやつの見てあこんなん来てるわって ややれたら総合になるいい、ね、これまたメールだなんだもらい出すともうちょっと大変やから送る側も大変、ね、送る側も大変やからうん、うん、もうその「聞いて聞きながら」とかコメント打てるはずやから、うん、はいはいはいあいいですねああそれしましょうでもうコメント欄が炎上して、うん、で結果これなくなるみたいな <laughs> <laughs> アルファやったのに <laughs> アルファがなくなるってねそうか、うん、そしたらもうベータにしよう <laughs> 演ずっとね。さっきその先。いや曲とかどうするんですか。曲はじゃあどっかの並んでる並んでる何かそれでは聞いてください。お好きなやつどうぞ。そうですね。うん。いろいろ上がってますからね。P.V. とかもね。なその方がこれこれは特化して喋るだけにした方が P.V. をで万が一を検索してなんかたどり着いてとか誰かがさ。 これのリンクでさちょっとこれ「眠れぬ夜に絵で」みたいなんであげたの見てちょっと聴いてみようかなって来た人がいたら NA の YouTube チャンネル行ってくれればそれで俺らは曲を聴いてもらうわけでしょ。それはいいですね。ただ今の深夜が育てるとか今ちょっとね上の方にはそういうのばっかりがありますからね音楽ないからね。これでしょ音楽が少なすぎか ちょっと音楽のデータもね同時に上げていかないといけないですけど昔の上には来れないですねあれね来れないでしょ寄ってこれないんですよねああそれが難儀やねまあまあそこまであの興味持ってくれる人がいたら嬉しいなぐらいで気軽にやってみましょうかそうですね「ボリュームワン楽しみ NU の話がしルフ α」はいついに始まりましたねさあこれ だから2000回万が一すぐ行ったらもうすぐ収録や、ね、そういうことになりますよおー、うん、でもそれだけ聞いてくれたんやったらもうぜひ続けたいねこれたとえ誰かがめちゃくちゃ何回も聞いてくれたとしても、うん、これ結構な尺あるからこの尺ずっと聞,か聞いてくれてるってすごいことやんか、うん、結構の、うん、今もう20分ぐらい経ってますもんねああだ熱狂的なやっぱ放し飼いファンがいるってことになるわけでしょ <laughs> お やっぱそれには答えたいよね答えたいねああ年月を一緒に重ねてくれてるっていうわけですね,そう,ねそういう人はねああいやいやまあこれを機に NU を知ってくれた人もねそうやな今まで知ってくれてる人も楽しんでもらえるような,うなこれがなんか例えば1万回とか回るようになる,なるとすればもしかして、うん、とかだったらもう動画にしていくとかなあラジオの収録風収録 スタジオ風にしていくとかあとは宇田さんロケ行くとか、うん、<laughs> ちょっとずつ番組っぽくなっていってもいいかもしれないラジオのようなテレビのようなでも最初からそこ行くと、うん、もうあれ編集も大変やしそらそうやと思うわそうそうそうそれよりこうやって最初はやっぱ取っ手出しでできるようなお手軽なところで、はい、実は なんか求められてるのもこ,うこれぐらいのライトな方な気もちょっとするからそうね寝ながらとか言うにはね寝ながらいいで、ねえー、まずはそれで聞いてもらいましょうじゃあほな間違いなく「もなかやな」<laughs> っていうの俺は聞きながら寝てるから <laughs> いやサンドイッチマンの、うん、あのー、コントとか漫才とかめちゃめちゃおもろいで<ー> <coughs> もう俺もう数か月ずーっとやったはい そ何回も聞いてそうでここ半月ぐらいがミルクボーイた <laughs> また変わっていくと思うねそうなんや YouTube めっちゃあるからうん俺時々えっ、ー、とね世界の重大神秘伝説とか、うん、あんのよまたその都市伝説みたいなのに近いなああいうのもよう見てる俺あれは動画も見てる<ー> <laughs> あそ,れそれみんな分かれんもんな映像もそう <laughs> そうういのをやってるはあ結構な見てんねんな生活に密着してるな密着してるそうやねん便利屋でいろいろ見てんじゃあまあそんな感じで第1回お話し替えァこんな感じになりましたんではいじゃあ次回収録は2,000回ご覧になっていただけたあかつきに第2回がええさあそれは1週間後なんでしょうか1年後なんでしょうかああああああお待ちしております <laughs> ちなみにやけど NU の今の回転数知ってる <laughs> 今のどれぐらいの人がパッと出して見てくれてるかあーあとさっき言ったぐらいでしょ2300の多分なこの長さやとそれぐらいと思う、うん、ミュージックビデオで、まあ、<あ>1,000回とかビデオねああ、うん、そうそうそうありがたいとかやからうん、うん、まあこんな20分超えてそ,そんな1,000回の単位なんてなかなかいかんと思うから そうやな。<今>結構なチャレンジやな。しばらく、うん、ね、どんな放送にするか考える時間もあると思うんで。はい。はい。じゃあ2000回で会いましょう。お会いしましょう。お相手は NN の谷瀬光一郎と宇田真也でした。バイバイ